やばいやばいやつばっかくさあ始まりました、カツコの部屋でございます、このコーナーは奈良にまつわるニュースを、ここで調査員が紹介して少しでも奈良に興味を持ってもらおうという内容になっております。今回は、4枚ありますね。これはちょっとじゃあ僕から勝手に気になるところからちょっとね選んでみたいと思いますけど、これ、まあ、時期的にこれかな。ちょっと気になるのはもうね10月も中盤過ぎまして、これ、ハロウィンバージョンの〇〇。この〇〇が何かっていうことなんですけど、はい、はい、愛ちゃん、心屋人気調査員の愛ちゃんです。そうですね、もう名実ともに人気調査員だと思います、僕も。はい、はい、愛ちゃん、今日は何を、違うか、ハロウィンバージョンの〇〇、ハロウィンバージョンの〇〇、うん、何だと思いますか。ハロウィンバージョン、いつも普段はそうじゃないのにハロウィンバージョンになってるってことやろ。だから、はい、怖いって。で、建物とか違う、建物、人とか違う、町、ま、生き物違う。あ、はい。生き物なんやな。はい、生き物、でも人じゃないの。違う。じゃあ鹿でしょ。どうしたん今日。加藤さんの地元。地元？はい。あ、地元、地元はもうあれじゃ、金魚、金魚。はい。金魚。そうなんです。ハロウィンバージョンの金魚。はい。どういうこと？金魚ミュージアムで。ああ。ハロウィンイベントを行っております。ああ。まあ、金魚ミュージアムってみんなあーってなってるかどうかわかんないですけど、どういうとこなんですか、金魚ミュージアムって。はい、2018年4月に美奈良の中にオープンした、うん、西日本最大級の金魚の美術館です。あ、あれ、そんな歌いもんぐらいや。はい、もう3年経ての。もう3年が経ちました。金魚の美術館、はい、確かにめっちゃめっちゃインスタ映えな感じやったもんね。はい、あんまり見当たってくれる。はい、怖いわ、すっごい共鳴が。はい。いや、もう装飾ってことですか、要は。装飾は秋仕様になっております、うん、ああ、春にやし、秋になってて、はい、うん、そして、うん、イベント名が、うん、百金魚夜行です。なんて百金魚夜行です。金魚夜行。はい。百鬼夜行。百鬼夜行とかけてってことか。はい。百金魚夜行。はい。あ、そうなんや。百匹の金魚に。どこ見てんのよ。目を見るなと言われたから、目は見てよ。ごめん。ここを見てもええし、別に。はい。百匹の金魚に、光を当てております、うん。怪しい光を当てて。ライトアップしてね。百、うん、鬼夜行を演出しております。ああ、はい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 。なんか、おどろおどろしい感じや、だから、百鬼夜行やから。はい。そうなんや。それに、だから今、いつからやってんの、それ。それが10月、うん、初めから、10月の終わりまで。あ、もうじゃあ、もう、10月の間ずっとやってくれてんねや。はい。怖い。怖いね。そう、ハロウィンバージョンってこと？はい。うわぁ、怖い。ハロウィン仕様に、僕も、して、見ました。ほんま。心屋人気、調査員、ハロウィンバージョンです。もう、分かった。ハロウィンバージョンの金魚ミュージアムね。はい。行ってくれてんねや。はい。でもちょっと行きづらいんじゃ、ミナーラってあれ、毎回思うけど。バスが出てます。バス出てんねや。え、どっから ?JR 奈良駅からバスが出てます。いや、もう途中で帰んのやめて、怖い。ずっと、あれやりやん。なんなんすか、怖い。ハロウィン仕様です。怖いなぁ。皆さんもぜひ、じゃあ、行ってもらいたいですね。はい、ぜひ行ってハロウィンを楽しんでいただきたいと思っております。はい、でも早急にお帰りください。はい、ちゃんと疲れ取りや。はい、おかしなってるから絶対。怖い、ほんまに。あ、怖。第73回。73回、何やろ、73回ぐらいだったの。あれ、久しぶり。そうよ、俺 V 撮ってないから久しぶりやな感じは。そう、確かに。まあ
これも硬いのよ、これ第73回。硬い。いや、ちょうどいいちょうどいい。もうシンプルに情報だけまず渡すわ。あの正倉院展。うんうんうん。まあ、あの、奈良公園界隈では一番のイベントと言っても過言ではない。そうだな、絶対に毎年たくさん来てあるからね。そう、コロナ前とかやったらもう行列なってたりするぐらい、うん、3時間待ちとかね。なってるなってる。うん。ほんまディズニーの並んでる感じのとか、うん、ユニバとかと変わらんぐらい並んでる。すごい並ぶ。すごい。あれは。これ展示物です。うん。うん。今回、大仏さん。あるでしょ、うん、大仏さんね。皆さんご存知大仏さんの、うん、この開元式って言って、名を入れるとか、命を吹き込む時の、催し、行事ごとに使ったものが結構展示されてる。ああ、なるほどね。うん、まあ、音楽を鳴らす琵琶が、その当時、玉城を吹き込むために、こう、ぐわーっと祭りみたいなことをした時の楽器やったりしてくれてますけど、まあ、これを、若い人にも見てもらいたいっていうのが俺は、確かに。思ってんのよ。だからこそ、あえて俺これ選びました。他のはちょっとね、うん、ポップなになってます。まあ、進化人もええんやけどな、あれ。だから進化人の話今からちょっとします。あ、もう絶対やめて。なんで進化人の話？わかります。なるほど。正倉院展ね。正倉院展ね。これ。いや、難しいよ。これなかなか、俺も一回ぐらいしか行ったことないもん。せのよ、あれね。でもね、普通にシンプルに考えてほしいね。うん。これ、全部ポピュラーなものが祀られてるんですよ。そうなん？そう。うん、まあ、元彼とか元カノの、うん、プレゼントってあるじゃないですか。その当時付き合ってて、クリスマスプレゼントもらう、誕生日プレゼントもらう、ね、なんか就職祝いもらう、いろいろあると思うんやけど、そういう中で、捨てれへんもんってあるやん。なんか、その恋愛が良すぎて。まあまあまあ、昔のね、うん、しばらくは捨てられないみたいなのあるわ、ね。うん、まあ違う視点で見たら、高価すぎて捨てられへんっていうのもあるやん。ああ、ええもんやから。ね。そういう目線が、実は、これ、祀られてると思ってください。あ、そんな感じなんやね。うん、まあもちろんあの、元彼元彼のという枠ではないんやけど、まあまあ、まあ、そらそらまあまあそういう。あの、聖武天皇という天皇さんが亡くなりました。うん。で、奥さんが、うん、この愛用品を見てんのが辛すぎると。あの、泣いてまうねんって。うん。これを見たら、聖武って。いや、ほんまに。そんな感じやった。すごい涙涙が止まらへんねんって。まあまあ悲しいと。うん。あ、これも、捨てるわけにはいかず、だから、東大寺にこう直した。まあ、蔵に直しといた商品なんですよ。うんうんうん、ああ、そういう、商品ではないけどね。まあ、商品というか、うん、売ってはない。まあ、宝物やから、そうやね、宝物なんですよ。うん、愛用品なんです、うんうん。愛情が込められた品々なんですよ。うん、ほんで、しかも、9000点、約9000点って言われてるんですよ、宝物が。うんうん。全部で、ね、全まあ、本来ならもっとあって、でも、ちょっとなんか、盗まれたり借りたり、貸したりして、こうなんか少ななって、うん、今9000点って言われてるんやけど、うんうん、これ、うん、シンプルに考えて、1年に大体60点しか展示しないんです。あ、そんなもんなんや。9000割る60は150年です。おい、誰が150年生きれんねやっちゅう話やな。ああ、そういうことか。毎回じゃあ展示が変わるということは。まあ、シンプルに言うたらやっぱ目玉商品であるから10年に1回とも言われてるけど、まあでもほんまに全部見よう思ったら3世代ぐらいいると思う。全部祀られるかどうかって言ったら難しいんやけど。まあまあ、そうやろ。もう、それぐらい思いを込めて見に行ってほしい。だからこそ、若いカップルに、例えば、19の時に奈良に旅行来た。正倉院展見た。うん、ね、うん。これが、50ぐらいになってまた奈良旅行来て、正倉院展見た、うん。たまたま、それが、なんかの周期で同じ商品があってみ、うん、商品ではだからないんやけど。だからもう、いや、売ったあかんやん、すぐそうやって。あ、そうかそうか。これ、正倉院展は絶対売ったあかんすよ。もう売ってないです、売ってないです。伊藤博文が盗んだとかいう説もあるけど。いや、そうか。あ、これはもう絶対あかんすから、ね。ダメダメダメ。絶対あかんすから。絶対あかんから。これ、うん、ほんまに、そういう、巡り合わせで見れるやんか。うん、なかなか普通の人はそんな、なんかね、思い入れられないんじゃないですか、うん、まあ、古いもん、古いもんみたいな感じで。その感受性を刺激する唯一の宝物やと思ってください、これは。なんでってないもん !1300 年のものがそのまんまっていうのは。だから、奈良からの建物とかあるけど、やっぱちょっと古びてもうてるやん。これが、宝物古びてないんやから。びっくりしてんの、俺も。そんなまんま残ることある？これが、まんま残ってんねんって。考古学の人みたいなこと言うけど、この倉庫あるやん。正倉院展の教科書に載る。あれだけじゃないのよ。その中にちゃんと宝箱になってて、空気の流れとかもちゃんと加味してあるから、まんま残ってんのよ。あ、ほんだかなり、その、もう原型に近い形なんや。そうなの。これちょっとムーンみたいなこと言うけど、未来人が作ったんちゃうかっていうね。
マーの世界みたいなことになってくるね、これ。マーもう誰もわからへんぞ、マーで。まだやってないね。うん、近日公開、マーの世界。うん、いや、やるかわかんないですっていうぐらいすごい宝物なわけですよ。そうか、そう、まあまあ、これ価値高いよな。マーに寄っていくと。いや、もうやらんとって。もうやらんとって、それ。それはいい。やって、やらんとっても。一言言うわ。あなたが生き証人になれるかもしれない。なんだこれ、え終わったよ。でもあんたこっち座ってやったらいいんじゃん、それ。こんなん、俺詳しくないんですけど、これ奈良からメジャーリーガー。これもすごいことなんじゃないですか？バーバー、バー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 セーン。懐かしい、メジャーリーグやん。はい。今日は見てました見てました見てましたか。はい、見ましたよ。今日はですね、はい、まさにそうなんです。奈良からメジャーリーガーが5年後に出るでしょうというのをお伝えしに来ました。うん、まあ、はい、有名な人なんですか。そうです、うん、今年のドラフト会議ね、うん、この間終わりましたけど、うん、第1位指名を受けた、うん、日本ハム第1位指名を受けた辰孝太投手、この方は聞いたことはございませんね。ないないよ。そう、野球を全然詳しくないんですよ。そうですか、はい、じゃあ今日はもうそれを無視して喋らせていただきます。天理高校出身でございます。ああ、スポーツ強いね、やっぱりね。強いんですよ、うん、辰選手って190センチ以上の長身から、ね、でかっ、うん、投げ下ろしが得意なね、投手でございます。甲子園に出ていないんですけども。え、出てないんよ。ないんですよ。そうなんです。でもそれで何ドラフトで指名されてんの。すごくないですか。素材がエグい。で、僕の中では行った場所が育成のハムですわ。うん、育成のハム。まあ、なんとなくね、なんかすごい選手がいっぱい出てるでしょ。ダルビッシュ有、うんうんうん、ね、メジャー行きました、うん。大谷翔平もそうでしょ。うんうんうん、ね、今本で頑張ってる清宮くん。ああ、清宮くん。ご存知ですか。なんか甲子園で活躍してるんですね。そうなんです。まあ、その育成のハムが。うん、ね、彼が行ったところでございますので、うんうん、もうこれはやっぱり飛躍しかないでしょうと、だから僕も確信しています、はい、メジャーリーガーがちょっと待ってください、はい、何してんの。サイン送ってるの。サイン送ってるの。どこに。ベンチやないか。あ、なんか、スタンバってくるのあるんですか、ベンチ。いや、ベンチが。何の助けも来てないです、今のところ。いや、そうやね。だから、おかしいなと思って。大阪桐蔭戦で11安打を浴びるものの、なんと7回で11奪三振。そう。メンタルが崩れないってことなんです。爪にも注目。3週間に1回デート、大阪難波のネイルサロンに通う。そう。爪がどう引っかかるかによって、球の回転数が変わりますから。好きなタレントクレバね、こう、そうクレバって、さ、呼びやもう。いや、ほら、待ってるやん、最高編待ってるやん、ほら、はい、まあ、そのぐらい注目は実はクロートの方にはされてるんですよ。まあ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 、わかりましたよ。だからもう、その、ね、すごいこう、将来有望な若者が現れたと。現れました。素晴らしい、それは素晴らしいね。ぜひ、ちょっとね、スポーツもなら頑張ってるとこ多いかな。そうですね、ちょっと注目していきたいと思います。あ、はい、ちょっと次の取材の時間があるんで、ちょっと僕帰りますわ。はい、余裕忙しい。お父さんは173センチ。意外とちっちゃいんですよ。でもね、コウタ君が、お母さんも160センチぐらいなんですけど、お母さんもね、お父さんも大きなってるやん。そうなんですよ。なんでって、朝に700グラム、昼に700グラム、夜に1キロの白米を食べるっていうね、それはもう、はい。体作りが。ルーチンなんですよ。もうなってる体食感でも。いや、いろいろあるんですけどもね。まあね、まあちょっと、いろいろありますけど、ちょっと、やっぱ時間もある。もうストップかけてサインには、うん、映ってないからね、今。なんか、左手ぐらいしか、多分。そうですか？ね、もうやっぱ帰りますわ、もう。いや、もうほんま帰って。もう帰って帰って、ね、もうほんまに。いや、でもほんまにいい情報だと思いました、今日も。皆さんも、こうたくん、ぜひ注目してもらいながらね、今日もまた奈良の情報、ちょっと興味持っていただければと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。フォークのキレは惚れ惚れする。ま、すごいんだって、意外と普通って思われがちなんですけど、